お待たせしました。一応査定してみたんですけど、やっぱ卒業アルバム買い取りできないんです。そうなんですね、はい、あ、そっか。あ、じゃあ全然処分してもらっちゃって大丈夫です。あ、いや、あ、いや、なんかそういうのありますよね。なんか売れなかったら全然処分してもらっちゃうみたいな。あ、いや、全然大丈夫です。それもあるんですけど、ちょっと持って帰った方がいいと思いますよ。あ、でも、なんかいらねえかな。全然後で見返したりとか。いや、しねえのかな、俺それ。なんかしなそう、俺見返すのしなそうだ。なんか、重いし、でかいし、全然なんか処分してもらえるんだったら全然処分してもらっちゃう。さすがにここで処分するってのはちょっと。あ、でもなんかそういうのあるんだったら、全然売れないんだったら処分してもらえちゃう。卒業式から直でブックオフに卒アル売りに行くのかっこよくないよ。はい、あ、いや、あ、かっこよくない。その、はい、まあ、かっこよくない。なんかそのな、感じな。その10代のというか、なんか高校の、な、その感じはあれなんだけど、その、なんか過去の気だるげに切り捨てられますみたいな、その感じはかっこよくないですよ。いや、全然でも別に後悔、はい、かっこいいとかじゃなんか、ダサいというか、むしろダサいですよ。いや、わかんないっすね。なんか、後悔すると思う。なんかかっこよくないんだよ、その感じ。別にでも、かっこいいとかってやってるわけではないんで、全然、はい。ほら、やっぱ軽音楽部じゃん。やっぱりだよ。軽音部じゃん。何がすか、それが。なんか軽音部っぽいなって思ったら、ビタで軽音部だ。軽音部なんだ、やっぱり。まあ、逆に、そうか、その分かりやすいというか、ギターをね、軽音部。ぎんなん。ぎんなんボーイズ。ニルバーナス。そっちか。10代で音楽そこ通ってる人のそのやつだ、それ。それか。いやいや、その卒アル売るっていうアプローチ新しいけどね。こういうふうに卒アル売りに来ちゃうっていうのは角度もつけて気合も入ってると思うけど、いや、あ、なるほどね。いや、別に。はい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 。おい、文化祭でメイド服着てんじゃん、こいつ。はにかみながらの模擬店なのか女装コンテストなのかわからないけど、女子からこれで来てみてよみたいに言われて、本当のやつじゃないんだよ、ショースタンス。ショースタンス本当のやつじゃないんだよ。友達もなくて子供に抱えて自然に研ぎ澄まされたとかでもないハリボテのやつだ。見せかけのやつだよ、それ。その隣見せかけだよ、これすげえ。この卒アルすげえな。あ、もうあのやめてもらってもいい。今査定中だから。今君の青春の査定中なんだ。そんなないじゃないですか、向こうに。そんなないじゃないですか。おい、何すか。修学旅行の写真、なんか前でこう寝転んでるやつを指さしてる。一応それには参加しますみたいな。ここまではいかないけど、この指差しを何人かのうちの一人ですみたいな、このいいな、このなんかアクシデントには参加しますとか、一応関係者の一人ですみたいな感じで、いいじゃないですか。で、騎馬戦一番上かい。騎馬戦一番上で、これやらないぐらいの間のやつだ。何がすか。一番中途半端だよ。そうなっただけ。そいつが向こうに卒アル売りに来てんだ。フェイク野郎だよ。
君の不正じゃん。530円。530円で個人的にそれを見ながら発泡酒を飲みます。あ、やっぱ大丈夫です。羨ましい